皆さんこんにちは、倉島桃子です。本日は今日初めてスタートする番組、知りたいあなたの会社の話が始まります。本日記念すべき第1回目の会社は女性だけの会社ということで、ビジネスマナー研修では1991年創業ですので、30年の節目を迎える会社です。実力企業の研修を多くされていますが、研修先を公表できないという非常に興味深い特徴を持っている会社、三和インターナショナル株式会社さんです。ということで、早速いろいろと話を伺ってまいります。ご登場いただきますので、三和インターナショナル株式会社代表取締役、関口康子さんです。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。それでは早速なんですけれども、企業をそもそもなぜ、起こそうと思ったのか、こういった研修のキーワードっていうのがあるとは思うんですが、御社の強みというところで、なぜそれと立ち上げようというふうに思ったかのお話を伺いたいんですけれども。それちょうど考えていたんですけれども、まずタイミングですね、はい、私の母、実母が認知症になって、公表したいことではありませんですけれども、指導しているにもかかわらず遅刻をしなくちゃならなくなってっていうのが一つと、叱れないですよね、その段階で、はい、でそういうこととか、あと親族が持っていた丸の内ビルディングの一角が空いたっていう、そのタイミングがありました、はい、それから企業においては、私 OL だったんですけれども、おせっかいですから越権行為をしてしまうんですね、隣の課の仕事も気になってしょうがない、で、あそこ残業だなと思うと、つい声をかけて、なんか手伝おうかって言うと、越権行為だってそういうふうに言われて、なんかこれってつまらないなっていうのが、少し、その少し上司は言い方だったんですけれども、もっとやりたいっていう、当時ね、もっとできるんじゃないか、もっとやりたいっていう気持ちがありました、やっぱりそうすると、この OL 時代にいろいろお仕事をされるにあたって、生活環境が変わったりもありましたし、仕事に向かうこの意欲みたいなものが、新しいその仕事をやろうっていう、会社を起こすっていう、エネルギーに変わっていったっていうところですかね。そうですね、はい、それとその事務所が空いたことですとか、親族の問題、親族の病気の問題ですね、そういうことみんな重なって出てきた、立ち上げるに至ったということですね。一番最初にスタートしましたのは1991年で、その頃は秘書業務代行会社、それから広報の領域に入りまして、広報で総務人事課につながりました。でそのうちに広報の仕事というのは、パソコンが出てきたりやり方が変わってきたんですが、人事の中で研修はできないかっていうご要請と、あと採用ですね、それの採用資料の制作などをやってほしい、そういうご要望がありまして、研修と、最初は採用、で研修の中でも、社長の話をよく聞くことがありました、でそこから、社長様のいろいろなご意向を伺っているうちに、今のような研修スタイルというか、そちらの方に移っていったという感じですかね。そうですね、初めはどういうふうに研修をしたらいいのか、大企業とは大企業の数ですとか、私どもの事務所は丸の内で、一番一等地ですねにあったんですけれども、でもそこを歩いてまして、ちょうど証券不況のようなものが始まって、みんなうつむき加減で歩く方も増えていったんです、でその中での研修って、もっとありきたりの話じゃなくて、活性化させる、心の活性化があった方がいいのかなと思って、それで楽しくためになるっていうのが最初に掲げた、楽しくてためになる、研修でした、はい、で大体2日間研修がメジャーだったんですね、景気が悪くなってきた時には1日研修とか様々にあったんですが、景気が良くなるとこれ3日研修とか1週間とかでゲームを入れたり様々に増えてきます。ですから景気と研修っていうのはバロメーターで、景気が悪いと産経って言った交際費、広告費、なんか研修費は必ずカットされる、そのカットされないで残っている企業ってどういう会社かっていうと、さっきの実名をなかなか公表しがたい、小さくても根がしっかり生えていて、それで市場占有率、寡占率ですね、それが高いとか、企業秘密や何でしょう、特許
などを持っている会社が多いです、はい、強みを持っているってことですね。はい、でそうなってくると工場に入るときにもちろんスマホも預けたり録音機から何か全部守衛さんに預けてそれから入って秘密保持契約書っていうのを書かせてますね。はい、でそれもあってもしかしたら私の研修はお名前を出さないところにいいところが見出せるかもしれない、そういうふうにだんだん思ってきました。で他社の研修会社のパンフレットを見ますと、もうそれこそ有名企業ずらーってこう並んでるんですけれども、はい、まあ、大きくするのか長くするのかっていうことを考えまして、で私はその大きさではなくて中身と質っていうことを持ってったんですけれども、それで実力のある企業ですね、そういう方だと社長もそうですけれども大体そういう企業には大番頭っていうのかな、はい、まあ、人事のものすごい取り仕切っている、はい、結構ご年長の方がいまして、でその方が采配を振るっていまして、でその方がしっかりしているのでなんて綺麗なピラミッドができるんですね。でちょっとぐらいの不景気でも必ず採用をしていくっていう、そういう階層のあるような企業が実力のある企業だと思います、うん、思いました。当時は、はい、ただ時代が変わってこう欧米風のものの考え方ができてきたので、会社の方々も随分戸惑って、なんて言うんでしょうか、トップダウンもストレートっていうのもとっても多くなったと思うんですね、そういう面ではピラミッド型の方が長生きする確率は高いのではないかな、これは私が思うことです。感覚的なところということですね。そうするとやはり御社の方でそういった、まあ、時代に合わせた、そしてまた強みを発見できるような、気づかせてくれるような研修そのものがもしかしたら秘めていらっしゃる、その御社の強みといったところで持っていくんでしょうかね。はい、そうですね、はい、でまだ上場前であるけれども、その後に上場した会社たくさんありますし、あと上場しなくてもお金はたっぷりあるっていう会社もあるんです ね、 そうですね。その上場が私ども素晴らしいと思いがちなんですけれども、上場だけは素晴らしいわけじゃなくて、もうすでにお金があった場合には株主にとやかく言われたくない、そういう社長もいらっしゃるっていうことを初めて知りまして、すごいなと思いました。はい、では今後また次回に向けましてその辺のお話詳しく伺っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。さてここまではサンバインターナショナル株式会社さんの会社の概要につきまして、関口さんより具体的なきっかけといったところのお話を伺ってまいりました。それでは続きまして具体的な今度は研修の内容、こういったもののお話に移ってまいります。